とっても地味だけれどもとっても楽しい栃木県、今日も動画撮ってまいりました。伺いましたのは那須烏山市、3年ぶりの人を入れての開催となっております山毛祭りでございます。烏山で醸造所開設を目指すクラフトビール屋さんに出会えたことが今回何よりの収穫でございます。祭りの様子もちらっと映ってます、どうぞご覧くださいませ。楽しい栃木の動画。あ、いただきます。お水。ありがとうございます。これは、あ、仕込みの水なんですね。いただきます。キンキンに冷えてて美味しい。これでお酒作ってんだね。はい、生き返る、ありがたいね。ね、ごちそうさまです。中身してもらう。一番一本ぐらいだったら持てるよ、みっちゃん。コップとかどっかで手に入れればいい。キキチョコ1個買って、チョコ1個買って、それがいいわ。これを買おう。おチョコと辛口、超辛口、超辛口、いい ね、いいの買えて、早速、みっちゃんがこれを買った絞りたて生原酒、超辛口、すごそう。山いわゆる組み立てる時の記号じゃない。これ山上げのこの時期にさ、友達のとこ来てたことあるけどゆっくり見たことないかも。あ、そうなんだ、うん、ほら若者のうちってお酒飲んで割っちゃうからね、こっちが大きいから大山なんだ。いいね、ちゃんと観光のこと考えてる感じがして、そう、ここの桟敷席いいね。ちょっと全然詳しくないから分かんないけど面白い。なんか浴衣とか着てる人は、浴衣ハッピー着てる人は、ああいうなんかああいうのやるんだね。ね、そうよ。クラフトビールって書いてあるよ、ビッチョン。クラフトビールにしよう。うん、クラフトビールいいじゃない。那須烏山で醸造所開設を目指す。今場所探しから始まる。まだ自分たちで作れてなくて、自分たちでレシピ組んで、銚子ビールって千葉の銚子にあるんですけど、そこに仕込みに行かせてもらって作ってきたビール。でも飲んでみないよ、飲んでみないよ。ハニー、ハチミツだって、ナス。ハチミツを、麦汁を沸騰終わった後にハチミツ入れて、あとホップと合わせて、ちょっと甘めの香り、普通のビールとちょっと違います、ね。ハニービア、はい、ハチミツなんですか。ハチミツ使ったビールをハニービアって言って呼ぶんですけど、発酵、要は低い温度で、酵母も違うんですけど、ちょっと香りがこう豊富で、芳醇なフルーティーのアロマ、楽しめるのはやっぱエール。ありがとうございます。わらび、1個50円なんです。安い。でも下処理の仕方がわからない。重曹を入れて茹でてもらえば。買ってってみる？やってくれるとか。いいよ。いいよ。酢味噌とかお浸しでもまあいいですし。鰹節かけてお醤油でも美味しいし。じゃあ1個じゃあこれもわらびも1個お願いします。じゃあ50円なんで250円です、ね。はーい。なみなみ満杯で。ありがとうございます。取って、はい、取ったよ、はい、取った、美味しい、美味しい、うん、ブルーコロニーって名前で、あ、インスタとかも、あ、インスタとか、あ、これいただいていいよ、ステッカーいただいて、うん、やった、楽しみにしてます。あ、いいんですか、ありがとうございます。じゃあ後でインスタ見つけます。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね、カレーパン、こんにちは。カレーパン一つください。カレーパン一つ、はい、温めてお持ちになりますか。じゃあそれでお願いします。はい、はい、いただきます。ありがとうございます。小麦のドレミして、なんかすごいね、なんかザクザクの、これ何それ、なんか食ラスクみたいな感じ、食べてみて、食感乾燥させたやつ、ポロンポロンだ、ガツガツ。なんでこれ1個だけくれた。なんか1個くれた、サクサクだね、うん、おいしい、おいしい、よかったよかった。食べなよ。ありがとう。あ、写真撮るの
美味しい。ビールはどうですか？美味しい。美味しい。あ、ステッカーしまった？うん。楽しみだね。なんだっけ？ブリューコロニー。これ楽しみっしょ。携帯持ってきてねえか、後でインスタフォローしよう。私しよっか。うん。IPA よりゴールデンエール。まあ、IPA ほど苦くないんだね。ゴールデンエールって美味しいよね。電池たっぷりにしたわ。なんか面白いビールが発掘できてよかったね。よかったね。ね、なんか来ないと、まあ、偶然の出会いというか。ないよね。なんかホリエモンカレーパンも食えた。食べた。まあ普通のカレーパンだよ。普通に美味しくて、外がなんかこうなんかついてる分カリカリっていう。うん、いいじゃん。一回食べてみると美味しく、実際美味しかったし。全然高くもないしね。ね。カレーパンにしたら高いと。まあね。でも美味しかったらいいじゃん。普通に美味しいカレーパンだ。ね。それを飲んだら買えるか。うん。燃えるゴミっすね。燃えるゴミ。OK。うん、楽しかった。久しぶりのお祭り感、山上げ会館だね。そんなわけで3年ぶりに人入れて開催された山上げ祭り、とっても楽しかったです。来年もまた行ってみようと思います。この後はおまけです。でこちらがおまけ動画になります。久しぶりの自炊です。ブリューコロニーさんで買った50円わらび、重曹で煮ていきます。初のアク抜きなんですけれどもね、落とし蓋して8時間置くんですよ。で8時間経ちましたのがこちら。水抹茶茶なのでザバーンとしてさらしていきます。20分さらしまして、その後絞ってやると、そうすると味がしっかり濃く出ますんで、切り分けて味付けは白だし混ぜて冷やして一品完成でございます。もう一品作ります。群馬県のララン藤岡で買ってきたナス、オーブンで焼いて完成です。超簡単。あとは盛るだけですね。ダイエッターの味方、鶏胸です。私ほとんど毎日鶏胸食ってんですけど、いろんなタレつけて飽きないように食ってます。このカルディのハリッサ超おすすめできます。みっちゃんが探してきました。あとは拭いて日本酒出して今日のご飯完成です。こちら動画冒頭で買っていた島崎酒造の超辛口生原酒、すっきりとして飲みやすいそうです。ただ日本酒の辛口って何なのかまだ理解できません。わらびの方のアク抜きはすごく上手にできました。美味しかったです。皆さんも簡単なのでやってみてください。いただいたブリューコロニーさんのステッカーはお気に入りのステッカー置き場である冷蔵庫行きとなりました。カラップくん、とっても可愛いですね。インスタの方皆さんもフォローしてみてください。なんでも2023年にオープン予定らしいですよ。超楽しみですね。では本日は以上。ご視聴ありがとうございました。他にも栃木の動画いろいろ上げております。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお目にかかりましょう。またねー。